はい、東京ビットコインニュースです今日は2020年1月8日水曜日、イスラエルからお送りしています。まず BTC の値段が8204ドル、えー、ビットコインキャッシュが242、えー、SV が114ドルというふうになっています。今日はですね、マイニングの報酬と半減期についてね、お話したいと思います。で こちらはですね、まあ、なぜか4年に1回オリンピックの年に訪れるということでね、で、今年もその半減期がいよいよ近づいてきたということで、そろそろね、いろんな人が、まあ、記事書いたりとかしてるということで、まあ、話題になってき,たきてるんで、今日はその話についてお話ししようと思います。で、ご存知の方も多いと思いますが、ね、2009年の1月3日から、 あのビットコインが稼働したわけですけれども、えー、そこから4年間は10分おきに 50BTC、えーまあ、当時は BTC からしかなかったわけですけど BTC が、えー、マイナーに、えー、こう報酬としてしあの支払われるという仕組みになっているわけですけれども10分おきでねで、えー、それで、えー、その4年後に は、2012年から、ま、それが半減して、50BTC から 25BTC になって、半減しましたと。で、前回が2016年で12.5から2020年、今まで現状ですね、12.5ビットコインが今、その、 10分おきにマイナーに支払われているということで、このビ,ビットコインを、えー、色世界中のマイナーがこう、えーえー、取り合って競争しているという、まあそういう仕組みになっているわけですね。で、えー、現在はその、まあ同じ仕組みで BTC と BCH と BSV のこの3つがその、まあ、別々にあ,あるわけで、で、それで あの同じそのマイニング機器でその3つの,そのコインを掘れるわけなので,で、まあ、いろんなこう利益率を見ながらまあマイナーがこうスイッチしたりするとそういう状況にまあ今あるわけですよ。でそれが、えー、今年のに12.5から6.25の半分になりますよとそういうことになっているわけですね。でえーと スケジュールがですねずっとこういってて最終的にはですね、えー、今の感じだと2140年に、えー、は打ち止めマイニング報酬っていう意味では打ち止めになって2100万99.99999 99 99 99まで、えー、出てきたら終わりですよっていうことであとまあ120年ぐらいこうあの残っているわけですね。 でえー、とこれの,その、あのーまあ、50から始まって25ってこう半分になるのはどうしてそうなったかっていうのはあのクレイグ博士がまあ説明してるんですけれども。あの50 パーセント残りがありますよっていう風に計算するのが分かりやすいでしょっていう風にあの言ってたんですけれどもというのはまああのご存じの通り2100万ビットコインが上限なわけですけれども2009年から4年間で 50BTC が発行されてますけれどもそれはその4年間で50%の2100万のね 50%が市場に供給されますよっていうふうに覚えなさいと覚えやすいでしょと言われてるわけですねで2012年から16年までは 25BTC がえっ、ー、と報酬として出たんですけれども残りが25%パーあの残りントが出てきますよっていうふうに思いなさいとで今 12.5BTC SV と,とかビットコインキャッシュが、まあ、あの報酬として出てますけれどもこの,この時期はこの4年間は12.5%が残りありますよというふうにえ考えれば分かりやすいよっていうふうにクレイグ博士はえ説明しておられます。ということでそうなると2100万のうちのえー残り12.5%を引くと87.5%まあ流万、まあ、だから。 えー、1830万ビットコインっていうことですかね、えー、が残っていますとというふうにねあの計算がやりやすいでしょっていうふうにねクレイグ博士が、えー、言っておられましたそれで、えー、とまとめなんですけれどもまずはその4年に1回半減期がくるということで、えー 4年に1回というふうにまあ分かりやすくはそうなんですけども正確には210万ブロックごとに半減期が来てまあなぜかオリンピックの年になってるとで現在の報酬は12.510、えー、分で12.5になってますで今回の半減期の順番がですねこれはその,あのやっぱりちょっとその、えっと、BTC とビットコインキャッシュが スプリットした時にブロックタイムとかの見つける時間が違ったりして、えー、かなりですね今はねあのー、ちょっとその時間が違いまして半減期の順番は BTC がじゃない、えー、とビットコインキャッシュが先に来て、えー、次に SV が来て、えー、最後に BTC が来るということでまず最初にですねこれがビットコインキャッシュであと90日後 だから4月6日にまずはビットコインキャッシュが半減期を迎えてでその2日後に、えー、SV が92日後ですから4月の8日に、えー、迎えてで最後に BTC がこれが、ね、結構、ねえー、先なんですよ120日後だからす。 えっと、ビ,ビットコインキャッシュよりもほぼ1か月遅れて5月6日に半減期を迎えるということでねうんまあこれがね、まあ、どういう影響になるかっていうとまあやっぱりそのビ,ビットコインキャッシュの場合はまあ1か月間ですねそのまま半減してしたままでその マイナーがおそのままビットコインキャッシュに残るっていうことも考えられないので、えー、SV か、えー、BTC にこうあの移っていってそれで大幅にねそのハッシュレートを落とすっていうシナリオが考えられますそ,その間まあ1ヶ月もあるっていうことにまあなるわけですよ。 ただし、えっと、BTC の難易度調整は2016ブロックごとで2週間に1回その、えー、難易度を調整するんですけれどもあの前回のフォークで、えー、難易度の調整のアルゴリズムが変わってまして、えー、ビットコインキャッシュと SV は144ブロックごとなので1日おきに難易度の調整が行われるということでまあこのその エマージェンシー・ディフィカルティ・アジャスメント EDA っていうんですかねでこれがあるおかげでですね、まあ、あのその2016ブロックごとにならないとその難易度が変わらないっていうことは2週間も先になるとですね、えー、ハッシュレートが大幅にこう急に落ちた場合は延々とそのブロックが見つけられないっていうあの状況にも なり得てそのままその死んじゃうという、ね、デススパイラルに入るっていうこともある,かんあることでそのビットコインキャッシュの時につけられたんですけれどもそれがあの、まあえー、144ブロックごとなので、まあ、ハッシュレートを、ね、大幅に下げたとしてもその、えー、だからといってそれで、まあ、必ずしも死んでしまうとも限らないというふうに思うんですね。 でちなみに今回ビットコイン SV は、まあ、来月ですね2月4日にあのジェネシスに戻るんですけれどもここの,そのエマージェンシーディフィカルトアジャストメントの部分については今回はまだ変えないそうですっていうことが分かってますで、えー、次にマイニングリワードは、まあ、これは、えっと、マイナーが受け取る、まああの え報酬なわけですけれどもクレーガー博士はこれは補助金制度ですっていうふうに言ってるわけですねまあこれちょうどなかなかこうクリプト界で受け取り方がねあの,あの誤解している人が多いんですけれども、うん、これはねあくまでもね補助金なんですよで、えー、その考え方としてはクレーガー博士で説明しているのは補助金制度はまあいろんなこう古今東西こういろんな こう政府とか事業を立ち上げる時にはその補助金制度は立ち上げ時には有効だけれども問題はいつその補助金をやめるかっていうのが難しくなるそれはいろいろ政治の力でその補助金をね延長してくれとかねもっとたくさんくれとかこうそのプロジェクトをやってる間にいろいろこうあの影響力を行使されて。 こういつやめるかっていうのがやっぱりその非常に難しくなるとでいうことでそれなので、えー、ビットコインの場合はもう最初っからそのブロックリワードっていうのを決めてそれを変え,えないようにっていうことですもともとは、えー、それの理由はビットコインネットワークは手数料で稼ぐ あの必要があるということで、えー、そのためにはマイナーが競争してその手数料を取り合うっていうまあ、インセンティブモデルに持っていくっていうまあ、そういう風うに説明されているわけですね。でこれがそのマイナーのリワードの そのシミュレーションのチャートなんですけれども赤い方がまあトランザクションフィーって数量ですねで青い方でここも書いてあるんですけれどもサブシディーって書いてあるこれは補助金っていう意味なんですけれどもでえーえーこのグレーの方がまあ合計なわけですけれどもでトランザクションはこう最初はフィーはまあトラフィックがねトランザクションが少ないとないわけですけれどもで補助金の方は まあどんどん最初50で25で12.5で今ここに来てるわけですけれどもえシミュレーション上は2020年からえトランザクションフィーがえーマイニングフィーを追い越すえことになっていてで2040年にぐらいになるともうほとんどがあとだから20年ですね あと20年をかけてもうほとんどがの収入はマイナーは、えー、補助金に頼ることなくトランザクションフィーで賄っていくというまあそういう設計にされているわけです。でこれらの予測のためにですねクレイグ博士は2014年にオーストラリアに Chaos and Non-Linear Forecastability in Economics and Finance p t y Limited 社を設立してそのいろんなその、えー ドクターとかを集めていろいろシミュレーションの研究をしてたっていうふうに言われていますで金額がこれは書いてあって2040年あたりでは10分ごとに140ビットコイン150ビットコインあたりがあの収入になるというふうに試算をされていますそれまあそれだけトランザクションがたくさん来るっていうことをまあ予測されているわけですね でいろいろねこう詳しい説明とかいろんなグラフとか数式とか書いたあのブログとかであのクレイグ博士の説明してありますのでご興味ある方はこちらもリンクを貼っておくので読んでください。であとそれぞれの,あの、えー、半減期についての詳細についてはブロックチェアでですね、えー、3つあ BTC とビットコインキャッシュと SV についてのそのブロックサイズの大きさとか難易度とかそういう細かい情報も書いてありますのでご興味のある方はこちらを見てくださいそれであと最後にですねえー今日そのハードフォークのプロトコルの詳細が出てきたんですけれどもえー でディフォルトのトランザクションフィーが、まあ、今まで僕はですね最低は1サトシパーバイトっていうのが最低だったっていうふうに思ってたんですけれども昨日あの出ました、えー、とジェネシスアップグレード来,年来月4日のアップグレードの、えー、ベータ2バージョンが出ましてでそのディフォルトの、えー、トランザクションフィーは0.5 うん、サトシパーバイトっていうふうに書いてありますので、まあ、あのやっぱりこういうねなんか整数だけしか設定できないサトシはね割り切りそれ以下こう細かくならないっていうことだったと思うんですけれどもどうもねあのこういう設定もできるらしいです。ということでやっぱりマ,スマイナーは手数料をどんどん安くしてそのたくさんのトランザクションを あの、もらえるように、まあ、こう、競争が、まあ、ますます働くと。そういうような状況になるわけですね。はい。というわけで、今日は、えー、マイニングと半減期についてお話ししました。以上、東京ビットコインニュースでした。